こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご覧にならない方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、東急田園都市線の三軒茶屋駅です。三軒茶屋駅より徒歩10分です。今回の物件は12平米しかない激狭物件のワンルームです。ただ、その12平米の広さを感じない面積以上に狭く感じる物件です。どこに寝たらいいのか、寝る場所に迷ってしまうくらい狭いのです。それに関しては過去トップクラスかもしれません。そして、ロフトがあるのですが、このロフトへ上がる入り口が、とんでもなく狭いのです。閉所恐怖症の方は、無理かもしれません。あ、物件に到着しました。これです。外観は、明るい茶色で、なかなか目立つ色です。オートロック仕様になっていますが、撮影日は、扉が開いておりました。たまたまだと思いますが。扉がたくさん並ぶ、激狭物件にありがちな光景です。自転車を置くスペースは、なさそうです。今回の内見は、突き当たりの部屋です。では、入ってみましょう。おお、玄関狭い。狭いですが激狭物件なので、玄関はこんなものでしょう。お部屋は、上なので上がります。今日もだいたい四頭筋が鍛えられます。広さの割に、狭く感じるのは、この階段部分で、かなり面積が取られているせいでしょうか。おお、本当に狭い。上がってすぐに部屋の全貌が見えてしまいました。まずは、キッチンからご紹介します。ワンルームにありがちな、ミニキッチンタイプです。キッチン下部は収納です。できれば、コンロ下はミニ冷蔵庫をつけて欲しかったです。シンク下は収納です。右側にミニ冷蔵庫を置くと、あまり広くないですね。こちらは、トイレです。温水洗浄機能付き便座です。独立のトイレはいいですが、棚は欲しかったですね。こちらに小窓があります。換気するにはいいですね。シャワースペースです。若干狭く感じます。でもシャワースペースがあるだけありがたいですね。いよいよ居室スペースです。とにかく狭い。アクセントクロスが黄緑色で、明るい雰囲気を出しています。洗濯機置き場です。
室内に洗濯機置き場があるのは、ありがたいですが、かなり場所を取ってますね。その上部にエアコンがあります。この狭さだと、あっという間にエアコンが効きそうです。東側の窓です。住宅地なので、目の前は家が建っていますが、べったりではないのがいいですね。しかし、これがメインの居室スペースです。どこで寝ましょうかね？ここでしょうか？それともここでしょうか？寝るスペースがなくて、困ってしまいます。今まで激狭物件は、いろいろ見てきましたが、過去トップクラスの、寝るスペースに困る物件です。このはしごがここ以外に置けなそうなのが、寝るところに困る要因です。そして、図面になかったロフトがあります。でも上を見上げてびっくりしました。ロフトへの入り口が、めちゃくちゃ狭いのです。洞窟の探検で、狭い入り口に入るようです。これは、体の大きい人は無理かもしれません。おお、狭い。閉所恐怖症の人は、絶対に無理です。ここから見るだけで息苦しくなってきます。ロフトで寝るのは無理ですね。ロフトというより、少し広い収納だなと思った方がいいかもしれません。一応電気と、コンセントがございます。ここで寝る人も、いるかもしれないという想定ですね。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節宿、を発表します。今回の、苦節宿、は、3、です。にと迷いましたが、寝るスペースに困るほどの激狭、閉所恐怖症の方には無理なロフトなどがあり、3、としました。今回の物件、人気の三軒茶屋から徒歩10分、狭いながら室内洗濯機置き場もあって、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。